広い空に何を感じ、雨も憂鬱と寝ぬイメージできない、誰も知らない皆さんこんばんは、貧乏中年 TV のこたつです。今夜も一人で心霊スポットに行く時間がやってまいりました。今夜行くところはですね、香川県にあります伊門田というところで、こちらでは心霊写真が撮れるであったり、下半身だけの幽霊が目撃されておりますので、そういったものが見れるのかっていうのを確認するのはもちろん、こちらで噂されている呪いによって滅亡した一家、この情報がどれほど信憑性のあるものなのか、ネットに落ちている情報と比較しながら調査していきたいと思います。はい、今伊門田の入り口に到着しました。まあ、正式名称はね、千行寺山稲荷大権現という廃神社になるわけなんですけども、まあ周りを見ていただくと、まだねこの辺りは家があったりとか、まあ、僕を照らしてくれる最後の一本になるとは思うんですけど、街灯があったりとか、この辺りは比較的歩きやすい場所ではあるんですが、ここからね前に見えるあの真っ暗な山の中、あそこを30分ぐらい歩くと着くらしいので、進んでみたいと思います。ちなみにね、今向かっている伊門田がなぜ心霊スポットと呼ばれるようになったかっていうのは、2016年の4月頃にとある心霊スポットを教え合う掲示板のところで、香川県最強の心霊スポットを見つけた、伊門田って知ってる人いる？っていう投稿から始まるんですよ。その人がこの伊門田への行き方、先ほど見た大きな鳥居の場所を示したりとか、なんか音鳴ってるけど、まあその人の情報では呪われた一族、まあ H 家って言われているんですけど、その一族が自殺によって滅亡したことが伊門田がやばい場所って言われているのと関係しているらしいんですよ。なぜここがそこまでやばい場所なのかっていうのは、いまだに謎な部分が多い、そんな心霊スポットなんですよね。で、僕もその掲示板をいろいろ調べてみたんですけど、まあ、どうやらその一族の末裔にあたる人、その人が株取引の先物オプションの掲示板で初めは株のことを書いてたんですけど、途中から嫁を殺してやるとか、人生絶望的なのでもう自殺しますとか、そういった書き込みが増えていって、最終的には自殺してしまって、 H 家は滅びてしまったというふうに言われています。まあその先代とかね、先々代がどういう亡くなり方をしたのかっていうのが書かれていないので、呪いなのかって言われるとちょっと謎は残るんですけど、今回ねその末裔の人の名前はフルネームで確認することができたので、その名前が残っているのかどうか、まあ、そういったところからどういうことがあったのかみたいなのも確認していけたらなと思ってます。まあ、まだこっから30分ぐらい歩かないといけないので、とりあえずサクサク進んでいきますか。はい、今は10分ぐらい進んできたんですけど、どんどん山の中に入ってきて、なんかもう雰囲気がかなりすごいね。これなんでこの心霊スポットって言われているところに竹やぶが毎回あるんだろう。音が鳴るから怖いんですよね。進んでいくと、さっきの大きい赤い鳥居とは別に、なんか黒い鳥居、それが出てきたらもう伊門田の近くっていう話なんですけど、まだちょっとその黒い鳥居っていうのは見えては来ないですね。こんなところで下半身だけの霊が見えたとかなったらもう発狂もんですよ。何？なんか奥で
声みたいなの聞こえなかった。何？なんか奥で声みたいなの聞こえなかった。パッと見る限りは明かりとかはないので人はいないとは思うんですけど、まあ結構有名な心霊スポットでもあることから誰かしらいてもおかしくはないとは思うので、まあ気をつけて進んでいきますか。え、ちょっと待って、これじゃない？なんか黒い鳥、それが出てきたらもうリモンタの近くっていう話なんですけど、なんか竹にまみれて普通に見過ごしそうになったけど、あ、この前のも一応なんか人工物なんだ、木の葉っぱかなと思った。でその前に、え、何これ、本当に真っ黒なんですけど、しかも壊れてるな、ちょっと。おー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 、怖っ。キツネの神様が祀られてるけど、え、どういうこと、こっちじゃないの？じゃあ道は普通にこっちに進んでいこうと思ってたけど、急に右手にこの真っ黒な鳥居があって、こっち？相当怖いやん。まあ、神社とかの前によく飾られたりするので、こっから先が伊門田へ続く道なんでしょうね。なんですか？ちょっと待って、本当に普通にびっくりしたわ。ちょっとこの鳥居とあの狐も含めて写真を撮っておきますか。では一枚失礼します。ではこの先進んでいきますか。お邪魔します。いやー、これ急に出てきたからめちゃめちゃびっくりしたわ。しかもなんかでかいな、これ。この間白鷹狼で見た狐に比べればかなり凛々しいし、大きさ的にも3倍ぐらいある。しかもこれ何出てきてんだろう。なんかえらくこの台座の石に比べて白いんですよね。ペンキかなんかでも塗ってあんのかなぐらいの。ちょっと失礼します。なんかこの辺とかツルツルするもん。昭和41年。かなり古いね、これ。ここには制作者しか書いてなくて、まあ、その H さんって言われる方の名前はなさそうですね。ん？まあ、気をつけてとりあえず進んでみますかって、こっちの道やばいな。何よ、これ。道幅も狭いし、もう真っ暗よ、本当に。どこに続いてんのっていう。
こんなとこ一人で行くのめちゃめちゃ怖いわ。あれ何？鳥居もあるし、家もあるけど、ん？もうとりあえずこっちの建物から調べてみますか？周りにはこの建物以外は特にはなさそうですね。あの鳥居にもなんか書いてあるな。O1 稲荷大明神。稲荷大権現と大明神って何が違うんだろう。もうとりあえず中を見ていきますか。うわぁ、うわぁ、すごいなぁ。なんかいろいろ残ってるけど、薄れてるけど、ここも大明神って書いてあるな。さっきの稲荷大明神の同じ文字が書いてあったのかな。こっちの裏手側には、あ、なんか扉あるな。ちょっと気をつけて。あ、入れない。じゃあさっき開いてたこの扉から失礼しますか。ではお邪魔します。すごいね、本当に。めちゃめちゃ物が残ってるけど、いや、僕が調べた情報だと、一つ目の家にある、ここにある神様は、もう他の場所へ移すための儀式みたいなのは済んでるって聞いてたんですけど、こんなに物は残したままでも、何の音？なんか奥の方で誰かが叫んでるみたいな、そんなような音が聞こえたけど、ここは大丈夫だよね。床はね、こんな感じでもう抜けててボロボロになってるので、さすがにもう人は住まわれてはいないと思うんですけど、このお賽銭箱とかもそうだけど、飾られてる石とかって、これって神様じゃないの？置くのは多分不動明王様とか。あ、そうだよね、不動明王って書いてあるね、ここで。こっちがお稲荷様とか、狐がめちゃめちゃ飾ってあるもんね。まあ、確かにこの前の方はでもちょっと片付いてるのか荒らされてるのかわからんけど、物はなくなってて、ただ奥の方のあの狐の置物とかはめっちゃ残ってるよね。これってこのままで大丈夫なの？え、なに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 、なんか今カタンってならなかった？誰かいますか？ちょっと待って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 、 まずトリフィールドつけよう。え、なに今の。まあ、とりあえずトリフィールドの値はゼロですけど、いやいや、なんか鳴ってるね、鳴ってるね。誰もいないよね。ん？
失礼しますね。これさっきの開かなかった扉だもんね。え、なんもないよ。誰もいないし。え、何が鳴ったの？ちょっと気味が悪いな、ここ。新聞とか残ってるけど、2010年、じゃ比較的ここは最近まで、まあ、営業というか神様はいらっしゃったんですかね。なんかノートとかあるけど、そういえばなんかノートに何かが書いてあるとか。ちょっと待って、すげえ耳鳴りするんだけど。え、本当に何もいないこれ。とりあえずノート確認してみますか。噂の H 家の名前が一切ないんですけど、じゃあこの1個目の建物は関係ないのかな。あ、上には寄付した方の名前もあるけど、そこにも名前は、 H さんの名前はないですね。となるとさっきこの家入る前にまだまっすぐ竹やぶの中細い道が続いてたんですけど、おそらくそっちの方か。なになに、どこで鳴ってんのこのカリカリみたいな。え、上、なに今の音。ちょっとよくわからんけど、さっきの耳鳴りもあるんで一応スピリットボックスもやっておきますか。まだ神様とか、まあ霊とかがいるのであれば何か反応するかもしれないので。すいません、お邪魔してます。今ここに誰かいらっしゃいますでしょうか。誰かいらっしゃいましたら何か反応をお願いします。特に反応もないし、やっぱりこの家は関係ないのかもしれないですね。さっきの奥の細い道の方を向かってみますか。はい、今見た家のもうちょい先ですかね。こっちにも道がまだ続いてるので、おそらく噂されているもう一軒の、何？やばい家がこっちにあると思うんですけど、まあ、とりあえず上がっていきますか。あ、こっちの鳥居、千行寺山稲荷大権現、一番初めの赤いでっかい鳥居と書いてあること一緒だから、やっぱりこっちがもともとあって、さっきの稲荷大明神の方は、まあ、別でもしかしたら後から作られたのか。とりあえずここの稲荷大権現とはなんか別な感じがするな。あー、やばいな。こっから確実に雰囲気変わるね。もう怖いもん。なんかすげえ気味が悪い。この鳥居もすごいボロボロで古びてるのもあるんですけど、あー、やばい、本当にやばい。霊感はゼロです。ゼロですけど、普通に入りたくない。なんだろう、この威圧感というか。
で、前の石碑には奉納者の名前。いや、これも違うんだよな。こっちに書いてあるのも違う。昭和50年。何の音？待って。何の急に。寒気がやばいわ。え、なんか今中でドンってならなかった？ちょっと、入る前からトリフィールドつけて、入っていきますか。では、お邪魔します。うわ、やばいな、ここ。入っていきなりなんか、入っちゃいけない感じの空気がすごいわ。なんかあっちに書いてあるな。ここにも寄付した方の名前がずらっとあって、呪われた一族と言われている人の名前は、ここにはありますね。何？ちょっとなんかこの家、いろんなところで音が鳴りすぎじゃないですか？どなたかいらっしゃいますか？めちゃめちゃ寒気するわ、ここ本当に。いや、特には何もないね。外に誰かいらっしゃいますか？いないよね。あと聞いてる話では、何なのこのなんかさっきからの、ふーんみたいな、どんどん音が大きくなってきてる気がするんですけど。どこかに焼身自殺した場所があって、そこと、あと2階がやばいみたいな話を聞いてるんですけど、特になんか焼け焦げたようなそんな跡とかは見当たらないんですけど。なんかこの家若干トリフィールドの反応があるね。ちょっと待って。これ良くない、良くないぐらいの数値出てるよね多分。ちょっと待って、やばいな、やっぱりやばいやばい。5000、6000、6000、5000。何に反応してんのこれ。ちょっと待って。とりあえずトリフィールドやりますか。こんばんは。誰かいらっしゃいますよね。何か返事いただけませんか。焼身自殺があったっていうふうに伺ってるんですけど、この建物の中でしょうか。
何？何？待って、完全に足音したんだけど。え、ちょっと待って。何今の？今こっちの方からなんかコン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 みたいな人が階段を降りてくるみたいな音鳴ったんですけど、どなたかいらっしゃいますか？ちょっと待って、マジで怖いわ。うわうわ、2階やばそうだな、あれ。なんか扉半開きになってるし、あれが噂されてるやばいって言われてる2階、結局焼身自殺のところはまだ見つかってないですけど、ちょっと2階も見に行ってみますか。この雰囲気やばいな。なんだろうな、これ。大丈夫か？行って。おお、なになになに？めっちゃ中から音鳴ってるんですけど。本当に誰もいませんか？なんで音なんだよ。中も失礼しますね。うまいよね。邪魔します。感じは燃えたりしてる跡はなさそうだけど、下も燃えてはないよね。この2階もやばいって言われてるので、こちらで1時間待機して、まあ、何が起きるのかっていうのを確認していきますか。ちなみに今時刻が23時6分なので、24時6分までこの部屋で待機したいと思います。まあこれを見た…ん？ちょっと待って、なんかピシャピシャ音鳴ったけど、何を？この建物の周りにいるのか？まあ、この今の祭壇の状態を見ると、まあ、よろしくないっていうのは分かるので、まあ、これが原因で何かしらたたりとか呪いが起きてるのかなとも思ったんですけど、おそらくまあこの状態は良くなくて、これによってまたなんか新たな霊を引き寄せてる可能性はありますけど、これが呪いの原因じゃないとは思うんですよね。まあ祀っていたのは神様だし、それも原因とは考えにくいな。そうなってくると、じゃあ何だったのかっていうのが、残されていた情報では本当に神社の寄付した方の名前が残ってたりとか、それぐらいしかなかったので、手がかりになりそうなものが見当たってないんですよね。 H さんっていう名前の方
ネットでもその一族が起因となって、まあ、ここがヤバい場所っていう風に言われるようになったっていう内容だったんですけど、いろいろ調べていったら、まあ、H さんっていう方、ツイッターのアカウントとかももともとは存在したんですけど、今現時点だと確かに消えてなくなってるんですよね。そのアカウントとやり取り何件かされた方とかの情報は残ってるんですけど、その人のアカウントが出てこなくて、とりあえず現状がどうなってしまったのかっていうのがわからない状態になってるんですよ。で、実際にここがヤバい場所って言われる、まあ、1年前ぐらいに殺してやるとか自殺するみたいな書き込みがあったことも確かなので、何かしら起こってる可能性もゼロではないと思うんですよ。またその書き込みを行った人がここについて地理的にかなり詳しそうな方だったので、何もないとは思えないんだけどな。本当に呪いがあるんだとしたら何が原因だったのか、まあ、この1時間検証の間に何か起きるのかわからないですけど、その辺を確かめていきたいと思います。とりあえずまずここで異常があるかどうか確かめるためにトリフィールドをやっていきたいと思います。このトリフィールドご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、電磁波を測定する機械で、幽霊がいる場所っていうのは電磁波の値に異常を起こすらしいんですよ。特に何もないところであればゼロの数値を示すはずなんですけど、まあ、何か異常があればこの値が変わって、その変わった数値の場所には幽霊がいるというふうに言われています。ちょっととりあえずつけてみますか。今のところ数値は0で、まあ、異常はなさそうですね、まあ、こんな感じで普通は0なんですけど、幽霊が近くに来たりするとこの電磁波の値が変わるっていう風な感じなので、ちょっとこれはつけておきたいと思います。さっきから何回か使わせてもらってるこのスピリットボックスというものなんですけど、まあ、こっちは基本的にはラジオと同じ機能を持っていて、まあ、その周波数、それを高速で変換するときに幽霊に話しかけると、その質問に対しての問いが返ってくるっていう風に言われていて、まあ、高速で1秒間に何個もチャンネルを変えてるので、本来であれば言葉にならないはずなんですけど、それが返答にしっかりあった答えが返ってくるときがあって、その場合は幽霊が返答していて幽霊と会話できるアイテムっていう風に言われてます。まあ、ちょっと今トリフィールドの反応がないので会話できるかわからないんですけど、使ってみますか。すいません、お邪魔してます。この部屋の中に誰かいらっしゃいましたら何か返答いただけますか。ちょっと待って待って、さっき下でやった時に反応がなかったと思うんですけど、こんな感じに幽霊がいると思われるところは反応があるんですよね。あなたはこの部屋の中にいらっしゃいますか。うわ、ちょっと待って、なんか扉の方でめっちゃ落とせるんですけど、あなたの家系は呪われた一族というふうに噂されてるんですけど、何があったんでしょうか。何？ああ、何？ちょっと待って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 。待って、ちょっと待って。ごめん、本当に怖い。ごめんなさい、絶対映ってないよね。映るわけはないんだけど。
今この扉のこの下、こっからなんか出てきたんだけど、ごめんなさい、映ってないよね。なんかいんのか。誰かいますか？ん？ちょっと今ね、すごい気持ち悪かったので向きを変えさせてもらいました。ここからこの今の下、扉の下、なんかこの辺からね、こう、ふわっていうか、なんか茶色いような、どす黒いような何かが、うわって出て、戻ってったんですよね。ん？ちょっと待って。完全に今鈴の音みたいなのならなかった？え、ちょっと待って。今なんかこの下で完全になったんですけど、誰か来てんのか？誰もいないよね、見る限り。よいしょ。何の音？そもそも鈴なんかなくね？このぶら下がってんのこれ鈴か。風だよね。風でな。ちょっと待って。え、どうやってなったのこれ。相当突風が吹かないとならない気はするけど。外に誰もいないよね。え、気のせいかな。なんか遠くでも鈴の音鳴ったように聞こえたけど。とりあえず人とかはいなさそう。え、どうやってなったのこれ。いや、振ればなるんだけど。隠れてないよね。こっちはやっぱり何もないよな。いや、ほんと誰もいないのになるのとか、めちゃめちゃ気味悪いんだけど。やっぱなんかあんのか、あっこ。
今下見てきたんですけど、まあ、鈴っぽいのが鳴るのってあのお参りした時に鳴らすこう揺らして鳴らす鈴あるじゃないですか。あれはあったんですけど、風で本当に鳴るのかなっていうのがちょっと誰かが揺らしたとしか思えないんですけど、まあ、そんなはずはないと思うのでちょっと気味が悪いですね。おちょっと待って待って待って、ん？何よこの音。え、ちょっと待って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 、本当に待って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 、何何？おお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 
今の。もうあと 1,2 分で終わりなんですけど、ん？なんかいいの？おお、ちょっと待って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 、めっちゃすごい音鳴ったけど今。さっき誰もいなかったよね。誰かいますよね。え？え？誰もいないんだけど。いやいや、絶対ないって。え、めちゃめちゃ気味悪いやん。なにこれ。え、ちょっと待って待って待って、本当に待って。え、誰もいないよね。いや、マジでわけわからん。何？本当に。何なの、ここ。今、時間は0時9分と、1時間経ったんですけど、ちょっとね、さすがにやばそうな気がするんで、検証終了して、戻りたいと思います。いや、何もいなかったよね、今。はい、今戻ってきました。いや、今回幽霊を見たりとか呪いがあったのかっていう事実を見つけることはできなかったんですけど、最後のやつ本当に怖かった。なんなのあれ。呪いかはわからないですが、香川県最強の心霊スポットっていうのは嘘じゃないなっていうのは思いましたね。まあ、また新たな心霊スポットの情報であったり、このような検証してほしいみたいな情報がございましたら検証していきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。
Just do it, just do it, just do it.